皆さんおはようございます。今日は6月8日です。今日の天木塾のテーマは、今朝早朝に行われたばかりの日米首脳会談について、日本で最初で、最も鋭い解説をしたいと思います。私は今日の午前4時頃に行われていた共同記者会見を見てつくづく思ったんですけれども、あの記者会見はアメリカのトランプ大統領が主導して行われた記者会見で、もちろん英語で、アメリカの記者を相手にやってました。で、私はそれを一生懸命聞いたんですけども、やっぱりこの記者会見を聞いてですね、トランプ大統領が12日のシンガポールでの首脳会談で米朝首脳会談を成功に終わらせるという決意を感じました。で、一つはですね、制裁について安倍首相がしきりにその日米結束を強調してですね、完全非核化まで制裁を緩めないということで一致したと言ってましたけども、トランプはそれに対してですね、もはや制裁はいらないと、つまりもうマキシマムサンクションといいますか、最強の最大の圧力はもうかける必要はなくなったと、これをまた言ってましたけど、結局その制裁は必要だと、それはもう日米一致していると。しかしもはや制裁をこれ以上強化するまでもなくですね、北朝鮮との話し合いがうまくいってると、こう言ってるわけですね。これは非常に大きな、発言です。で、2つ目に私が驚いたのはですね、朝鮮戦争の終結があり得るということをはっきり言いました。つまり今度の首脳会談ではですね、おそらく朝鮮戦争の終結宣言が最大のニュースになるんじゃないか。で、非核化はですね、もちろん原則的に合意はしますけれども、しかしお互いの立場がまだ隔たりあってですね、その交渉がこれからずっと続いていくと。しかし朝鮮戦争の終結が宣言される、つまり朝鮮戦争の終結が先行するとですね、もうおのずと非核化の流れが進んでいくということになると思うんですね。安倍首相にとっては最悪のシナリオになるだろうという気がしました。で、私は3番目として、やはりトランプはですね、首脳会談で、日本の経済赤字を問題にしてですね、もっと日本企業をどんどんアメリカに投資しろということを言いましたけれども、やはり私は今度の首脳会談はですね、安倍首相に言わせれば米朝首脳会談を睨んだですね、日米の結束だと言ってますけども、実はトランプは そういうことじゃなくてですね、この機会に改めて安倍首相にですね、経済圧力をかけたということだと思うんですね。それから最後に私は注目したんですけども、イランの制裁問題についても触れてました。やはりアメリカにとってですね、北朝鮮よりもイランの制裁の方がはるかに当面の課題でですね、その意味でも北朝鮮との非核化交渉の失敗は許されないということですね。で、私はこの記者会見をですね、もちろん早朝4時ですから今朝の新聞は一言も出てません。だけども テレビもですね、 NHK はもちろんこれを最初に取り上げましたけども、他の民放は全く報道してない。で、その NHK もですね、このトランプ発言について詳しく解説しないんですね。安倍首相の発言ばかりを報道してですね、あたかもその安倍首相の今度の訪米がですね、米朝首脳会談が安倍首相の意向を反映したですね、いわば成功だった首脳会談のような報道をしてるんですけども、私は決してそうじゃないと思ってるんです。で、明日からの新聞はですね、1日遅れでこのことを報道しますけれども、果たしてどういう報道になるのか、私は非常に注目しています。私の見方はですね、もうこれで米朝首脳会談に向けての日本の役割は全て終わってですね、
あとはアメリカと北朝鮮の交渉を待つだけだと。でその中に、韓国のムン・ジェインが出てきてですね、朝鮮戦争の終結という問題を提起されますし、それからやはり何といってもですね、中国の習近平がですね、この米朝首脳会談の鍵を握っているということですから、もう日本の外交は、これで終わりということだと思います。